では正式な任務として調査を続けるため出動許可申請書にサインをいただきます。副寮長、こちらに。フィーコだよ。あんた、俺にサインさせるからには必ず仕留めなさいよね。ありがとうございます。次にこちらの契約書にもサインをいただけますか。はあ、次から次に紙切ればっかよこしやがって。俺は金以外いらないんだけど。よろしいのですか。こちらあなたの秘密の仕事部屋に関する秘密保持契約書なのですが。あなたがおっしゃっていたのでしょう。あんたたち、この秘密を漏らしたらただじゃおかないからね。ちょっと、こんなもん作ってあんたに何のメリットがあるわけ？シェノストラを弁護することは、ひいては私のキャリアとなります。副寮長であるあなたには、無罪でいていただかないと私が困る。あの部屋は、学園にも秘匿しているのでしょう？さあね。ご心配には及びません。私、約束を破ったことはありませんから。これでいいだろう。はい、間違いなく。これにて特待生さん、私、そしてあなたと副寮長の4社間に秘密保持義務が発生します。以後お忘れなきようお願いします。それでは私たちは引き続き調査へ。大丈夫大丈夫、多分ちゃんと布団で寝れば治るからさ。問題ありません。調査は私と特待生さんが正式に請け負いましたので。お大事に。はいはいはい、心にも思ってないだろう。うん、特待生ちゃんありがとう。って俺ら連絡先交換したっけ。ほんと、あのガキ何なの。突然目の前に見たことのないテーブルが現れ、日付をかけさせられる。勝負には負けたものの、藤海人本人と持っていた所持金に変化なし。ディーラーの怪異と消えた寮生の事件の共通点は、このカジノでのギャンブルのみ。その可能性はありますが、現状の情報では断言することができません。特待生さん、この寮事件には証拠が足りない。しかし、現場は目の前にある。聞き込みを始めましょう。副寮長の証言によると、事件の被害者たちは皆このカジノに通っている常連とのこと。証言を取るならギャンブルを好み欲深そうな人物がいいでしょう。失礼、シノストラ1年の新城律と申します。ただいまディーラーの怪異の被害者を探しているのですが、何かご存知では。ディーラーの会？ああ、知ってんよ。カジノ常連の間じゃ有名な話だべ。あなたも目撃したことがあると。俺は会ったことねえけど、連れが前に会議と博打打ったっつっててよ。あいつすげえ血の気がやべえし、カジノにどっぷりハマってたからよ。
前にも博打の勝った負けたでおめえらシノストラの奴らと揉めたんだべ。壁にでっけえ穴開けてただろ。ほらちょうどあそこだよ。ああ、ああ、おかしいだろ。あんなでけえ穴もう直したのか。これは偽証でしょうか。少なくとも両者を修理したという記録は私の手元の資料に残っていませんが、その知り合いは今どちらに。消えちまったんだよ。何日か前急にいなくなったまま連絡が取れねえんだ。ディーラーのカイだって。はあ、私も会ったことがあるよ。金ではなく日付をかけさせられたんだ。洒落ているよね。なるほど。ちなみにそのかけた日付とはどんな日を選んだのです。別に何の日でもないよ。その日は確か塔に登ったんだ。美しい少女に誘われて彼女の髪を伝って。確かに何の日でもありませんね。ご協力感謝します。特待生さん、次の聞き込みへ。ご協力感謝します。ええ、今の証人を入れてかけた日付に少女に誘われ塔を登ったと述べる人物は5人目。上事にしてはあまりに内容が一致している。不可解なのは最初の証人の知人を除き、カイーと実際にギャンブルをした張本人が未だのうのうとカジノに興じている状況です。ディーラーの怪異と遭遇しても必ずしも行方不明になるわけではないということなのか。私の行動予測上、今日こそ必ずここに現れると確信していましたよ。寮長、失礼します。寮長、聞こえていますか？俺に触るんじゃねえよ。どこのドイツだ？新城律です。銃刀法違反となりますので、その銃を今すぐしまってください。新城？聞いたことねえな。いや、聞いたことあるか？まさかお忘れで、昨日会った時からまだ23時間しか経過していないでしょう。昨日？あ、そこの女。思い出したわ。昨日オイラの部屋に乗り込んできたアホ二人組か。あ、アホ？入学直後の学力テストで学年1位だった私がアホですって。お前親に褒められて育った口だろう。んなことでいちいち切れんじゃねえよ。いちいち切れてなどいません。刑法第231条、事実を敵視しなくても公然と人を侮辱した者は。ああ、わかったわかった。俺が悪かった。お前が世界で一番賢い。寮長、こんな場所で油を売っている場合じゃありません。私たちは現在、シノストラを代表して任務を遂行中です。まだ資料化が済んでいませんので、こちらは私の走り書きになりますが。消えた。生の牛？
お前血へったくそだな。な壊れたロボットの真似か。もう結構。あなたの協力などなくとも私が必ずシノストラに栄冠賞を。いけない、また定時を過ぎてしまいました。今日の調査はここまでにしましょう。何お前、途中で降りんの？いえ、続きは明日に。へえ、目の前に犯人がいてもてめえの都合で見逃すってわけか。やっぱお前アホだわ。あなた、やはり。いいかガキ、今持ってるその月、明日に持ち越せるなんて思ってんじゃねえぞ。わかりました。調査を続けます。そして必ず、私が犯人に罪を認めさせます。特待生さん、あなたはどうぞご帰宅を。サブロク協定を締結していない時間外労働は、労働基準法によって原則禁止とされています。何？さっきまで、たくさん人がいたはずなのに。ようこそ私のテーブルへ。あなたが勝てば大金を差し上げます。これって当該の会議で間違いありませんね。私たちも席に着きましょう。はい。ルーレット、ポーカー、ブラックジャック、バカラ、この4つの中から1つだけお好きなゲームをお選びください。新城くん、どうしましょうか。選択肢の中で最もルールが明快なもの、ルーレットでお願いします。他のお客様もよろしいですか？はい。俺は乗らねえよ。金なんていらねえし、お前ら弱そうだし。これはシノストラの尊厳をかけた任務なのですが。まあいいでしょう。あなたの力は借りません。では、ゲームを始めます。このテーブルでかけていただくのは、金でもチップでも、もちろん、命でもありません。私のゲームでは、お客様の日付をかけていただいております。こちらは日付、そちらは大金。この勝負、果たして成立しているのでしょうか？はい。私にとっては同等の価値です。お客様、お好きな日付をご指定ください。かしこまりました。次はお客様の番です。私は1947年5月3日、日本国憲法が施行された日をかけましょう。かしこまりました。今かけていただきました日付はこちらのチップと交換されます。失礼、特待生さんのチップに比べ私のチップは若干数が少ないのでは？こちらは日付の価値に応じて交換したチップとなります。ご了承ください。日付の価値、その金額を客観的に証明する算定表をお見せいただけますか？ございません。ご納得いただけない場合、今なら勝負を降りていただくことも可能です。いまいち納得はいきませんが仕方ありません。どうぞ
続けてください。それではウィールを回します。我々の目的はこの怪異の調査です。ここは勝ち負けではなく、長く勝負を続けることを目指しましょう。作戦はこうです。あなたは赤か黒か、私は奇数か偶数かに、それぞれのチップを1枚ずつかけます。勝率は 48% といったところでしょうか。この最もシンプルなかけ方で怪異を観察する時間を稼ぎましょう。 Place your bets。それでは、私は奇数にかけます。No more bets. Good luck. おかしい。こんなはずでは。私たちのチップは、それぞれ残り1枚。もう後がありませんね。新城くん、どうしますか？作戦に変更はありません。赤か黒のどちらかにかけてください。でも、また緑の0か00に入ってしまったら。 Place your bets。 え？ああ、こいつも茶か聞かねえのかよ。めんどくせえ。領長、あなたのせいで怪異を逃がしてしまったではないですか。お前らボロ負けだったくせに何言っちゃってんの。才能ねえよ。勝敗とは最後の審判までわからないものです。お前らのせいで目立っちまっただろう。そろそろ来るぞ。この PTH、 あんたそこで何やってんの。おお、ルル、久しぶりじゃん。相変わらず怒った顔も綺麗だな。当たり前だろ、こっちとらこの美貌に大金つぎ込んでんだよ。そう言っときゃ店で弾き出したこと見逃してもらえるとでも思ったの。はいはい、わかったわかった、もう二度としません。副寮長、先ほど私たちは問題のディーラーと遭遇しました。なんだって？あんたたち、このテーブル周りを人払いしな。はい。まさかここで会ったっていうのかい？ええ、目撃者たちの証言通り、人型で高度な知能を持つ怪異でした。副寮長、先ほど伺ったカジノ内での目撃情報はいつから耳にしていたのですか？クレームが出始めたのはここ最近、2、3ヶ月前からじゃない？なるほど。やはりあの怪異、副寮長が誘致したのでは。はあ？どこの経営者が金を回収しないディーラーなんて雇うんだよ。そうでなければどこからか忍び込んだと。このカジノのセキュリティは万全だよ。至る所に EITS があるからね。ましてや怪異なんて見つけた日には速攻でとっ捕まえるに決まってんだろう。じゃあ答えは一つだ。
れた。寮長、今の発言はどういった趣旨で？あの怪異はここで生まれたってことだろ？俺たちのこのカジノでな。てめえは感じねえのか？ここに渦巻く欲望、悲哀、絶望。そんな救いようもねえ感情のよどみがあんな怪異を生み出しちまったんだろ。まあよくある話だ。人の負の感情ってのは極上の怪異の種だからな。しかし寮長の発砲により取り逃がしてしまいました。これでは裏付けが取れません。だから俺のせいにすんじゃねえよ。負けるとこだったくせに、このアホ。アホはあんただよボス。やすやす怪異なんて入り込ませやがって。だいたいね、うちが火の車だって時に FFFF 遊び歩いてんじゃないよ。今回ばかりは副寮長のおっしゃる通りですね。フィーコだよ。ヌル、眉間にシワできてんじゃん。誰のせいだと思ってんの？特待生、あんたも俺の島うろつくんならそれ相応の働きを見せな。女だからって甘やかされると思ったら大間違いだよ。ふん、返事がいいだけじゃ俺は評価しないよ。そうだ、あんた、学園内で顔が利くらしいじゃん。ちょっと運んでほしい物があんだよね。そう、これ。俺らはこれを試作品って呼んでる。いわゆる訳ありの代物でね。明日までに適当な連中を経由して、あんたの手元にこれを運ばせるから、受け取り次第俺によこしな。他の寮の奴らに気づかれないように。あんたこの後に及んで何プルってんの？それを言ったらこの学園全部そうだろ。ルル、お前の顔が近すぎて怖えってよ。ブルブル震えて生まれたての猫みて。ん？いいなそれ。生まれたてのメス猫ちゃん、ふにゃふにゃでうまそう。彼女はすでに私のビジネスパートナーとして任務に同行中です。これ以上の割り当ては労働基準法に抵触する可能性が。うるさい、ほんとあんたたちは TGA だね。使えない極潰しの集まり。馬鹿正直に任務だけこなしてたって小銭稼ぎにしかならないんだよ。いいかい、新庄は帰って今日の調査報告書を作成。言われなくても当然です。特待生はさっきのお使いのついでに富士君のスケジュールを確認して報告。ボスは今から俺と幹部会議。ほら、ポケットしてないでさっさと動きな。俺もう腹減って死にそうなんだけど。あんたのそれ、今夜は絶対に許さないからね。それでは私たちも解散しましょう。次の動きはまた改めてご連絡します。ヌル、その悪趣味な銅像まだ飾ってたのか？別にいいだろ、あんためったにこの部屋来ないんだしさ。
そりゃ目の前に賭場があんのに、こんなとここもって何やるってんだよ、ルルのエッチ。はあ？仕事だよ仕事、 SGT。 もはや略の方が長えじゃん。で、俺にどうしてほしいんだ？言ってみろよ。これ、今月の帳簿。売上目標に全然足りてない。そういう時だってあんだろ。ルールはいちいち細かすぎんだよ。俺、お前の部下には絶対なりたくねえ。ストレスで死んじゃいそう。ん？はあ？俺の方こそ、あんたみたいな部下願い下げだよ。いいかい？ここのボスはあんたなの。バカみたいに運だけはいいんだからさ、少しは責任持って売り上げに貢献するように。って、ちょっと聞いてんの？何？天井なんか見て、上になんかあんの？あれは、いいねバト？激レア会じゃん！ちょっとボス、あれは俺がいただくよ。生け捕りの方が金になるからね。なるべく痛くないようにしてあげる。早くしろ。フィンカ、今の銃声は？ハト？ちょっと、いきなり大きい声出すから外しちゃっただろ。ボス、フィーコ、ご無事で。ただの害鳥駆除だよ。まだ幹部会議中だ。あんたたちは逃げたハトでも捕まえてきな。はい。そもそもさ、あんたのせいで俺まで学園から出れなくなったんだろ。外の任務に行けないんじゃ、こっちは商売上がったりなんだよ、まったく。そうだな、悪い悪い、本当ルールの言う通りだわ。で、俺はどうすればいい？適当なやつやって売ってくるか。いくら必要なんだ？そういや、最近ギャーギャーうるせえガキがいんな。若え臓器なら高く売れんだろ。あいつ今からやってくるか？そこまで言ってないだろ。俺にとっちゃ、目先の金より長期的な利益の方が大事なの。いいかい？明日から、ボスにはしっかり場に出てもらう。今度こそ俺の言う通りにしてよね。わかったわかった。ちょっと、どこ行くつもり？まだ話は。あいつ、ほんと何考えてんだか。はあ。おはようございます。どうしてって、定期検診ですけど。朝一番じゃないと調べられないことがいくつかあるんですよ。ああ、動かないでください、脈拍が変わるんで。わかりますよ。ああ、あの人なら徹夜で実験してましたよ。俺が寮を出る頃には手術台の上で死んだように眠ってましたね。ユーリです。あの人の名前覚えてないんでしょ？
ちなみに俺は二郎です。脈と血圧は終わりです。次、採血ですが左手でいいですか。有利が起きなかったので投薬できなくて調子が悪いんですよね俺。まあこのサンプルが取れたらさっさと帰ります。まずいな。ちゃんと血管にさせるかな。やっぱり投薬しないで来たのは失敗だったか。はい。嫌ですよ。今終わらせないと、またここに来なきゃいけないじゃないですか。そんなのめんどくさ。すいません。ちょっと休んだくらいじゃ。多分良くならないんで、やっぱり出直します。あとこれ忘れてました。試作品らしいです。そちらに渡すように言われて、本来は先に服薬指導をしないといけないんですけど。そうですか。では、また後日ということで。学園の過去の資料はこの辺りの棚ですね。以前、ここで過去5年分の調査報告書を確認した時も有益な情報を得られました。そう、それこそが星葉見大河が入学からしばらく異常な速さで任務をこなしていたという記録。きっと今の私のようにこの頃の寮長は栄冠賞を目指していたと考えられます。おや、これは懲戒処分の内部資料。以前はここになかったはずですが、私の見落としか、あるいは誰かが持ち出していたか。随分と分厚いファイルですね。この学園は過去どれだけの生徒に処分を課してきたというのでしょう。こちらの表題は、当校学生による内乱事件の概況。これはあまりに膨大な量ですね。すべてを読み込むにはさすがの私でもしばらく時間がかかりそうです。ひとまず今日は星葉見大河にまつわる情報だけでも集めて帰りましょう。懲戒処分についての公表、星葉見大河、やはりありましたね。学内の会議に深刻な破損を与えたことにより、複数の大学生に過剰な暴行を加えたことにより、特筆会議を無断で売却したことにより、なんという悪行の数々。まさかここまでとは。いけない、図書室という厳かな場所で思わず声を上げてしまいました。彼に弁護の余地などあるのでしょうか。お父様なら一体どうされるのだろう。